生体を授か、あーまたしまったん、日本語のままやっちゃったん。はい、こんにちは、ブルーホスです。ってことでね、まあそんなお茶目なあなたのことが好きよっていう方、わーおーわーお、髪型どうした、寝癖がひどくなった、しかも髪色まで買おう、おライフジャケット、おい、アメリカ人、あれそんなとこにナイフしてたっけ、あれ今なんかスターズ、うん、レオン、なるほどね、科目のおめえ死亡フラグの服着てんじゃねえか。そんなお茶目なあなたが好きという方です、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけたら嬉しいんですけど、やめろ、さあこれあれだね、ポスターボーイの格好やな、しかもレオンのね髪型をね、あのルイスにしてるっていうね、読めたぜ、うん、考えが、いやまさかのあれかな俺の勘だと、同じ髪型のやつが目の前にいるぜって驚きながらも、おめえもまさかの98年の格好をしているっていうね、うん、なぜそれを知ってる、若い女性、あー今すぐセニョリータポニータポニョ、小耳に挟んだセニョリータを連れていく、連れていく、どこへ、それを教えてほしかったら俺のこと一回抱いてみないか、喜んでダクダクみたいな、そんなこと、ういっち、くそ、いってえな、お前何しゅんだ、ラブレイ、体が持った、持った、何もたついてぽよぽよって、さあ2対1だったら俺たちのが強えぜ、よいしょ、くるくる、ぶっちゃけこのシーンはね、多分ね、あの原作よりもえぐくなってると思うよね、うえっ、うげえね、だって原作はさ、まあまあ蹴られて骨がグエってなるけど、こっちもなんか、ああどっちもグレーか、うん、まだ終わってないぞ、お前スターズだろって、ま、ラクーンシティの生き残りだろって、まあここで鍵をね外に捨てないでね、ちゃんと拾えるところに落としてくれるっていう、その優しさがある分ね、まだ彼の命を助けてあげようかなって、そんな気持ちになったりするけど、くそ、装備を取られた、あー装備が全部取られた、おめえさん何か持ってねえですか、ねえ、あれなんか進めない、あ、一応これ当たり判定あるんだ。ここに戻ってきたらあれなのかな。ターゲットの居場所を掴んだら、彼女は教会にいる可能性が高い。でこ広っ、朗報ね。でもなんか地味に似合ってるからまたいい。ムカつくな。名前はルイスさん。髪の毛のボリュームがある人がさ、こうやってなんかねえやったらかっこいいのいいよね。ええ、わかった。ナイフがないよね。少し時間をちょうだい。とりあえず。あなたは教会へ向かって、おめえとりあえずとかって言うけどな、まずはここ、とりあえずって迎えるほど楽な場所にあると思うなよ、教会が、あれあそこ行くの大変なんだからな、まあ、そんなブチギレはしないでおいて、そうそう、でね、あのね、なんか敵がなんか変わるみたいなモッドとかもあったんですけど、よくよく見たらあのマーセナリーズでしかないっていうのがあって、そうこいつがなんかあの全部あのブル、あなんだっけ、あの大男になるみたいなモッドもあったけど、残念ながらあれなんですよね。よいしょよいしょよいしょ。いやー、あぶ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 。あー、しまったしまったしまった。ごめんごめん、買った。さあこれでウニョ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 し始めるぞ。こうなってもなんね、立ち上がるその強烈な命。え？よくわかってない。もう何が言いたいかよくわかんない。でさあファイヤー。どっちもなんでそんなところに入ってんの？よくわかんない。あれ？あれ？溶けた？あー、なるほどね。人は、見ていないと溶けてなくなるっていう、そういうあれなんだね。シュ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 。ぴょん。おめえさんもガバガバだな。ガバチョ、ガバチョ、ガバチョ。オッケー。お金だけはもらっていきます。アイテムランダマイザーも入れてるはずなんだけどね。反応してないよね。これ残念ながらね。ね、なんかお金の、色してるのに拾ってみたらダイナマイトでしたとかだったらすげえ面白いね。そんなこともないみたいだからね。ということで、ほいぴょん。今回のもっとこれでおしまい？ちまんない。なんかもっといっぱいいろいろあったらよかったのにな。何これ、え、返してもらうぞ、喜んで返すけどさ、あ、ナイフはこれはさすがにくっつけられないのね、はいはいはい、オッケーオッケー、え、
あれ？そういえば、ハーブ。ハーブは、そう。え？は？俺こんなの入れた覚えないぞ。測りにくこれ。俺がなんだ、教祖様になっちまった。こっちだ、そこのあんた。え？これ。それじゃ。授かりし者よ、迷いの子羊よって俺が言うのかそれ。マジか。めっちゃテンションが高いじゃないか。物が手に入ったぜ。そうっすか。まあ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 、なんでもいいんだけどさ。いつも食うならいいね。いつも食うならいいんだろ。いやもうなんか、いや、いやもう、むちゃくちゃ。そして、全然動かへんし。そもそもこの杖がうにゅうにゅうにゅう動くのなんでっていう話だもんな。いやー、とんでもないことになってるな。スピネル、ありがとう。で、ライフォー、ライフォずっとこれ付きまとってくんのかな。なんかやだな。これまあ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 、面白いからいいや。なんか、うにょって。ここどこだよ。お前の左胸なんだよ。どこだよ、ここだよ。もう、お顔をちぶして、ルンルルン。うにゅうにゅしない？大丈夫ね。はい、オッケー。よし。おら、教祖様のおとりでー、おめえらひざまずいて、俺たちの、俺たちのこと、俺のこと、あがめ立てまつるがいいわ、ぐはっはっは。で、あいつは生き返るか？にゅ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 、うにゅ。うわ、しないな、うにゅうにしないな。オッケー。こっち見て、こっち見んなし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 。集団性能が悪すぎて、当たってんのか、当たってんのか。さっぱり持って当たってねえよな、これな。あっちの方にもいます。ほい、オッケー。あー、全然オッケーじゃない。オッケー。あー、立ち上がってるガンダム。でも、どこ行ってかわからないガンダム。で、こっちの方も、ちらっと、オッケー。で、あと、こっちにもいなかったっけ？あ、いるね、いるね、いるね。ドゥ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 。音楽が流れたようで消えている。もういないのか、こんだけか。よし、オッケー。じゃあ降りましょう。どんどん行こう。じゃドゥンドゥドゥン、皆さん遊ぼう。ドゥンドゥドゥン、オーラーがめっちゃ来てる。お前らそっから降りてきてたのか知らなかった。で、お邪魔しますからの、ほい！よし！ああ、それは痛いなぁ。それが刺さったら痛いやろなぁ。おぉおぉおぉ。超爆発。オラと花よ。イエーイ！え、今、ああ、なるほどね。リーチが長くなってるからか。んなことある？そんなことある？ほい！あ、やっぱ無理だよね。そりゃそうだよな。よいしょ。んで、さあ来るか。おいでおいで。おいでおいで。あっち、パンでパンだ！やばい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 。なんか上がってきてる。あっ、なんだ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 。ほんでおめえはなんで食らってねえんだ。やばいやばい、これはまずい。よし、逃げろ、走れ。おめえか、おめえ、これ爆発してから青春は爆発じゃん。うわー、ほんでおめえらなんでそんな英気で生きてるんですか。ご褒美プレゼントウーリア、教祖様のご褒美です。よいしょ。あー、ルイスセラがゴールたどり着く間もなくお亡くなりになりかけて、傷口がもう塞がってるんです。そうはさせるかポケコネラー。長えんだよな、超邪魔なんだよな。おりゃ、爆発は青春じゃ、逆だ。あちゃ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 、青春爆発、爆発青春、青春爆発、シュ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 。おお、いるのか、ご褒美、ご褒美爆発、爆発。チュ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 。で、こっちをなんかうにゅ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 言ってない、うにゅうにゅ言ってる、うにゅうにゅ言ってる。全員蜂の巣にしてやる。牛のホルモン、うにゅうにゅうにゅう、牛の内臓にしてやる。ほら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 、うりゃ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 、立ち上がってきやがった。え、なんか
頭の位置おかしくなかった？なんか横向いてたよ。いや、そういうやつなんだけどさ。違う、おお、立ち上がる人数が多いな。どん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 。ペッ、ペッ、ペッ。OK。よし。一丁上がりー。ふいっと。んで？あいばえそう。あいばえそう。金がたまりそう。くるっと折り返って。え？どこ行った？上にいるわけじゃない。あれ？下？じゃあ、下か。あいばえそう。おめえ自爆しやがる、この野郎。オッケー。で、とりあえずこれを。あー、なんか発狂してやがる。うにゅうにゅう言ってる、うにゅうにゅう。おめえか。まあ、おめえしかいねえよな。オッケー。で、終了と思いきや、まだまだ大量発生しているでやんす。おら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 おねし、あーやばい気がするよ。え、降りてきた。あ、おお、そっちからか。おめえなんてそんな遠距離から攻撃するなって卑怯は人のこと言えねえ。よし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 、足足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 足、キリがない、キリがない、キリキリキリが峰、ね、キリが先、花宮誠。オッケー。お前たちはもう雲の巣に引っかかってくる。めっちゃ来る。ああ、あーはよいしょ。ちなみにこいつってさ、あーやばいよ、そうなるよね、そうなる。どうなってる。ふい、教祖様プレゼント。気持ちいい。まだいる、教祖様。教祖、あーまだいるね。なんかどっかで、あーって言ってる。ふい、よいしょ。オッケー。お手手がなくなった。ふい、教祖様。オッケー。競争プレゼント終了。お疲れ様でございました。で、あ、ちょ、これあるか、無理か。こっから、お邪魔しましょう。やっぱアイテムはランダマイザーじゃなくなってるね。あれ、じゃあランダマイザー入れたんだけどな。あれ、なんだったんだろうな。ちょっとまだ見切れてないモッドがあるかもしれないから、その時はその時だな。よし。やっぱね、ランダムでやってみたいよね。よくその、ゲーム実況者さんがさ、やってるランダマイザー。俺もゲーム実況者だ。よいしょ。で、上の方にあるよね。あれか。あれか？違うの？あれ？落ちてる。あれ？どっかでプランプランしてたよね。あれ？気のせい？どっかでキュー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 。ん？あった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 、あれだ。よし。ヒューマン。はぁ、あ、はぁ、あ。帰りとかにいたっけ、これで。あれ、スピルだっけ。あれ、シンプルにスピルだっけ。で、ここアイテムは、あ、もう全部取ってるね。オッケー。じゃあ戻りやしょう。トゥ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 ルトゥルルルトゥルトゥトゥルル。戻るときに誰かがいたら怖いけど、いない。で、とりあえず、アーマーが、アマーマしちゃったの。で、と、ほい、と、使う。くる。くるくるくる。ほい、オッケー。でん。ほい。あ、くる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 。意外と硬くない。柔らかめー。メンマ多めー。油身少なめー。やべえ、白物。やべえ、白物手に入った。どんなの？あ、これか。別に大してやばくねえからいいや。そんなことよりもこいつ回復してたもんね。怠らねえのは関心だ。一時が万事だぜ。一時が万事の万里の長城。14。素敵な旅を。あざっす。で、そんなことよりもね、あのね、早くね、セミオートショットガンのチャームが欲しいんだ。いつなら手に入んだか。害虫駆除やる？やってっか。害虫じゃねえな。害獣だな。害獣どこだ？害獣？あれ？ここにいなかったっけ？害獣さんよー。あ、いた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 。大変だな。ただ生きてるだけで、こんな、辛い目に遭わされるなんて。ま、どんな生き物でも一緒だよね。あれ？害獣さんよ。あ、いた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 。ああで、あと、あ、いたいたいた。一発目で、ドゥン。おかわりしたい。
さあ、あとは行くところ行って、おしまいにしようぜ。こっから、でもな、やっぱな、連射速度が上がってると、依頼を片付けてくれたのか。ありがとうよ。いや、礼には及ばねえぜよ。バレた？バレた？バレてる！なんで？おわいどんちゅうおわい！ドゥンドゥン。おしまい。で？もう一匹バーバーは？もう一匹バーは？バレてない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 。そっちから来るな。そっちから来るな。バレてない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 。バレてない。バレてないから、後ろから、バーバレてるーバ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 ーオラオラ、表層様アタック抱かれたいだろ。あー、お抱きしましょん、無理でしょ。ベッドの上でおとなしくする人が好きです。マグロはやだ。その兵はどういう意味だ、へ。あへ、あへ。敵がなんかめちゃくちゃ増えるモッドとかそういうのあれなの、あのゲーム自体を変えなきゃいけなかったりするのかな。モッドを入れるというよりはそのもっともっと足を挟んで痛みが痛いんだ、痛みが痛いんだ、でもなってね。でよいしょっと、んでこっちは特にあれ、これあなんかあったっけ、特にないんだ、友達なんだと、アイテム拾ってきて OK だね。チュキオッケー、セサミんでからの、特に拾えそうなものはここら辺にはなかった。そっか、ランダムアイテムはできないのか、それちょっと残念だな、やりたかったんだけどな。上パンダパンダ、上ウサギウサギ、上パンダ、うおー、あ、なんでやねー、おかしいやろ、今しゃ、やバカか、いやバカーん、なんで、スペース押したら、うおー、ディアルイズと死に方が一緒、お腹貫かれる。あれ、もうもはやあれだね、キーボードが反応しねえわ。くっそー、Don't you worry。まあそういうこともあるよね。どっからだろう、なんか嫌な予感がする。あそこからな気がする。投げ、敵に対しても有効だ。くる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 、投げな、投げ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 パンダ。あ、違った、あ、俺の予想はるかに超えた。優しい衆になってる。俺はあのあそこだと思ってたんですよ、ここの扉をくぐり抜けたところくらいすぐかと思ってたら、優しかったね。あーは、あーは、オッケー。よいしょ、よし、え、もう来る、おー来た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 、よいしょよいしょ、外した、やばい、逃げろ、ピッ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 、今日これがしたかったんだよ、なんで察知上がんでくれなかったんだろうな。おら、ういー、グッチ、やっとか、やっとか、しぶと、あ、ごめん、あなたたちの孫だったのね。そりゃ孫をやられたらジジとバーバー敵討ちするわな。うん、孫って年でもなさそうだったけどな。奴らの権威は朽ち果てた。はい、飲んで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 、なんか組み合わせ、あー、まあ卵いくらつくか。よし、この1っていうのが面白いよね。なんか99までいけるらしいんだけど。で、あいつも壊しちゃい、あれ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 、しぶとこの、なんかよくわかんないけど。ちなみにこれは、あ、25個までいってる。これはアイテムボックス助かるね。アイテムボックスじゃねえや。これなんだっけ。
んでから NO 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 夜中なんだよ、大きい声出しちゃダメでしょ。 OK ベレットブルー、ここはデンノックです。ちなみにここ無視していったらどうなの。悪くない家だ。これを無視して行ってみてた。ほんで、ねえ、ガチャン。いきなりあいつが出てきたりとかしたら、おめえなんでそんな発狂したの急にってなる。まあ面白いから、そのまま無視していってやろう。どうなっても知らねえ。で、で、開けてノグスしたら、じゃあいよいよおめえ一体誰なんだよってなるよね。違う。家畜って人だったかな。子供だよね。オッケー。ジュアン。くるっと振り返って。インチキおじさん登場。エジソン、ワオ、エロい人。お邪魔します。いや。じゃあやっぱこの人だったんだ。いなくなってるけどね。ちょっと待って、V。で、宝探しの散歩、A、そろそろ出発しよう、一緒に新聞柱をサクサク。もう重なったらもう何があるのか分かんなくなるよね。くるっと折り返ってみて、ここはいらない。で、ほい、ピン、シュイーシュイー、ちゃ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 、シュイーピン、いけた、オッケー。で、ちゃ一緒持ってるもの一緒。もう面白いから、これこのまま持ってこうか。ねえ。ガチャコ。で、夜な夜な村長がエロいことやってる屋根裏部屋に侵入しようと思ったけどできなーいっていうあれだよね。じゃあ仕方ない。ここにて終了。紋章の感じ。手に持ってるのとなんか形が似てんだよな。さあ、もらうもんもらったしさっさと帰ろうか。貴様。どこの美容室に通っているか教えろ。そしてなぜ教祖様のスティッキを持っているんだ。お前教祖様に何をしやがった。こらいやーやばい目に遭っているね。大変です。血が混じってきたようだな。よくサングラス越しに。エロ、エイダさんエロ、ほぉビキニにハイヒール踏んでください。私のことを踏んでください。いや全然踏まれることに対する快感を覚えるほど性癖狂ってないんだけどね。違う、混じってきた。混じっちゃったんですね。思いっきり噛んだね。はい、まあチラ見したというところでね、一旦次回どんな映画さんに出会えるかっていうのはまあお楽しみにしていただけたらなというふうに思います。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回どんなレオンに会えるか、まあダウンロードしてるレオンのモッドとかも限界があるから、なんか繰り返しになったり連続したりとかっていうのはあるかもしれないですけど、そこはご容赦いただけたらなというふうに思っております。ということで今回のパートは以上です。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンも押して明日以降のねパートもお楽しみいただけたら幸いでございます。ではまた次回お会いしましょう。バイナロー。